街中が輝き出し、人々の笑顔があふれ、誰もが心を躍らせるクリスマスがやってきました。ついたベルだったんだ。夢が叶う天使のベルをお互いに送り
私たちの初めてのクリスマスプレゼントだったのよ。初めてのクリスマスプレゼントが同じ天使のベル？天使がママとパパを結びつけてくれたんだよ。天使は目には見えないけれど、いつもあなたたちのそばにいて愛を届けてくれるのよ。ベルの音が鳴るとそこへ天使が来てくれるのさ。すごい。ねえパパ、ママ、そのベル僕たちに貸してくれる？さあみんな、カウントダウンだ。いくよ。これが天使のベル。とっても素敵。メリッサ。Life was small and Christmas trees were tall. We stood up while others used to play. Don't ask me why. Time has passed us by.グレースは天使に祈りを捧げるために教会へと向かいました。テーブルの上に手紙があって届く。Glory!